チャッキー王子のボンクラ映画レビュー、ネタバレあり、ザ・フォッグでございます。えー、コピーがですね、この恨みを晴らさずに置くものか、でございましてですね。1980年のアメリカ映画でございます。はい、監督は、鬼才ジョンカンペンターでございまして、ジョンカンペンターと言いますと、まあ、やっぱりハロウィン。 そして、ニューヨーク1997と来て、このザ・フォッグ。完璧ですね。もう、本当に一生こういうジャンルに捧げたジャンル監督としてはもう、完璧でしょう。ね。全く普通の作品撮ってないですもんね。うん。というかですね、このザ・フォッグっていうのは、アラスジュワンは、まあ、短めに言いますね。あの、アントニオ・ベイという小さな港町で、100周年のお祭りがあるんですね。 で、その100周年のお祭りの日っていうか、その近辺からちょっとオカルト的な感じで、こう、霧が発生して、その霧の中から何かが出てくるんですよ。何かっていうのは6人の、えー、殺された、100年前に殺されて、金塊を奪われた人たちの亡霊なんですね。で、その亡霊がドアをノックして、どんどんどん、どんどんどんノックして、 そう分けたりするとやられちゃうみたいなねそんな感じの映画だったんですけどあのまあ特撮やってるのはこの年には何本も掛、えーね、け持ちでやった人なんですけどもロブ・ボッティンっていうね天才特殊メイクアーティストであのハウリングでね、あのー、アカデミー賞を取ったんですけども。 あの、狼男に変身するっていうやつで、ね。この後、またジョン・カーペンターと一緒に、ええー、と、優勢からの物体 X で、クリーチャーというものを発明しましてね、えー。すごい人なんですけど、この、言いたいのは1980年というのは本当にね、こういうジャンル映画の宝作年でありまして、例えば13日の金曜日、サンゲリア、あとシャイニングもそうでしたね。80年でしたね。 えー、他には、スターウォーズ帝国の曲集も多分そうだったと思います。本当に、えー、元気と言いますか、あのー、80年入った途端になんかバーッとこう、いっぱい良作があってね、キャッチコピーも良かったですね、この、この恨み晴らさずに置くべきものか。まあこれは、多分、あれですね、藤子、A 藤尾先生の、 マタロウが来るから来てると思うんです、漫画のね。知らないんだろうな、みんな。この裏に晴らさず置くべきかって言ってね、復讐するマタロウが来るって漫画があるんですけども。まあ、どっちが先かは僕はあんまり知りません。あの、チんぷんかです、そこら辺は。けど本当にあの、例えばキャッチコピー、ハオリングなんかね、狼のとこの映画なんですけども。5分前は人間だったとかね。うん。あ ちょっと前の話になるとゾンビなんかのキャッチコピーは、肉をくれ、もっと若い肉を、みたいな。本当にね、引きつけますね。ええ。あの、赤い目の亡霊を演じた、この、本人がロボボッティンでですね、特殊メイクも最高ですし、霧が光る霧の特撮もすごいです。もう、本当に、カメラをやっているのはリーン・カンディーっていう人で、ハロウィンの時からの人なんですけども、 この人は後々バックトゥーザフューチャーの、えー、カメラマンになる人です。はい、えー。ぜひともお暇があったら配信でもやってるので見てください。本当に、えー、ホラーというよりもね、怪談ですね、うん。うん。そうですね。スプラッタ描写というよりもね、ほんまに亡霊というかね、本当に怪談的な、あの、アメリカ映画にしては珍しい怪談もの。 っていう感じで僕は大好きな映画です。はい。星5点でございます。はい。